はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、夫婦の詐欺師は立ちが悪いという話をさせていただきます。具体的には、2016年に起こった、チカコリー、エンジェルリー詐欺事件についての全貌をお伝えさせていただきます。この詐欺事件は、ネットビジネス界の中では結構有名な事件ではあります。なぜならば、当時ネットビジネス界の女王として君臨していた、蝶野舞さんという方が約3800万円の被害に遭っていたからなんです。別の言い方すれば、 ネットビジネスという閉ざされた業界内では有名な事件ではあるものの一般的にはあまり知られている事件ではありません。そろそろ外堀が埋まってきたチカコリー、エンジェルリーが同様の詐欺事件を起こさないように、並びに第2、第3のチカコリーのような詐欺事件が勃発しないようにできればいいなぁと考えております。先に論点をお伝えすると、夫婦系の詐欺師だとかニコイチ、二人一組の詐欺師が立ち悪い理由は、ネットワークビジネスでよく使われる、AB ABC ホイラーの法則を乱用しやすいこととそれにプラスアルファとしてウィンザー効果というものも利用しやすい状況にあるからです ABC というのはよくファミレスだとかコーヒーショップで見かけることあると思うんですがクライアントと呼ばれるカモがいてブリッジと呼ばれるその人の直接の知り合い橋渡し役がいてそこに自称金持ちみたいなアドバイザーと呼ばれる人がのこのこやってきて橋渡し役紹介者のブリッジと話してアドバイザー がタッグとなってそのカモを何かしらに勧誘するっていうやり方ですウィンザー効果っていうのは第三者の意見に信憑性を感じるという心理ですが一言で言えば口コミですね私はお金持ちのすごい人間ですって自分で言っちゃう人はいくらなんでもうさんくさいじゃないですかしかしながらあの人は本当に素晴らしいお金持ちの方なんですよだとかあのお店は本当に美味しいですよみたいな形で第三者から意見を言われるとその人やお店に対する信頼度信憑性格が ぐんと上がるということですすなわち詐欺も単独で行うより2人で行った方がこういった様々なマーケティング手法っていうのを駆使することができやすいので立ちが悪いと考えていますでは早速チカコリエンジェルリーの詐欺事件について全部をお伝えしたいと思います 先に一点補足です。本来、ウィンザー効果を発動するためには、情報発信者が、情報元と何の利害関係もない純粋な第三者でなければいけないわけですが、どこかの通販番組や青汁の宣伝のように、明らかに台本があるセリフでも体験者の声を信じる人はいますし、詐欺師 A さんの妻の友達 B さんが A さんを褒めてたというように、A さんとの利害関係が薄い人を囲い込みやすいので、一定の効果は見込めるかなという考えです。この点、もし意見の相違やご指摘などありましたら、ぜひコメント欄で教えて いただければ幸いです改めましてこんにちは天使の黒沢です悪魔の黒沢です今回はチカコリーエンジェルリー詐欺事件について情報共有させていただきますエンジェルリー変な名前あ先に言っておくとエンジェルリーは20個以上の偽名を持ってますから20個以上怪しさ確定だな名前より顔覚えておく方がいいですねでは解説スタートですゆっくりしていってね 2016年、ネットビジネス界隈で一つの詐欺事件が話題になりました。一般的な詐欺事件と大きく異なる点は、当時ネットビジネスの女王として君臨していた、蝶の舞、本名高島美里さんも30万ドル、当時のレートで3800万円弱を騙し取られたという点です。蝶の舞もいろんな悪い噂聞くんだが、要は詐欺師も騙された詐欺ってことまあ、その点は今回、ノーコメントで。 とにかく俗に言う情弱だけでなく、そういったうさんくさいネットビジネスに精通している人すら騙されたという点では、相当巧妙かつ大胆な詐欺と言えます。さらに障害者の方もカモにしていて、数百万円の被害者もいることを勘案するととても悪質でもあります。ではまず、近くをリーの略歴です。当時、アメリカ・カリフォルニア在住で、エンジェルリー、本名デイビッド・ T ・リーカップ、 と結婚しているとのことですが実際に婚姻状態にあるかどうかは謎です彼女は MLA ミリオネアライフアカデミーという実態のないペーパーカンパニーを立ち上げセミナーやメンターシップ MLM のオーナー権利を譲るなどの詐欺活動を自称夫のエンジェルリーと行っていましたメンターシップ メンターシップというのはいわば指示やコンサルのようなものですがその内容はチカ子にもできたんだからあなたにもできるチカ子はあなたのことを信じているというスピリチュアル系の精神論です2006年に出版されたロンダ・バーンチョ・ザ・シークレットやハワイの伝統的な潜在意識との対話方法ホ・オポノポノとも似ていますね実際ザ・シークレットを翻訳した佐野美代子さんは前述の高島美里さんとチカ子リーさんと一緒に奇跡の幸運引き寄せセミナー を開催していくつか例を挙げるとビジネスオーナー権利の譲渡数千万円単位ジュネス MLM 商法への不正勧誘虚偽の本を出版して大量に信者に買わせる年間200万円の高額メンターシップなどなどです さらに、信者へのアップセル、すなわち信者にどんどんお金を払わせる行為が特に目に余ります。具体的には、スタッフに自腹で本を100冊単位で買わせる。2011年の東北震災の際に支援団体を立ち上げるも、結局は弟子やボランティアスタッフに100から300冊単位で本を買わせておいて、実際はそのお金の半分程度を被災者にプレゼントする。被災地に行く際のホテル代や交通費、食費などもスタッフに建て替えさせ、返さない。食事に行くときは チカコとエンジェルが高そうな店を決め高そうなメニューを頼みボランティアスタッフたちが支払う無償でボランティアスタッフさせているのにセミナー代も別途払わせるなどですしかもボランティアを辞める際にはチカコとエンジェルの悪口を公害したら弁護士使って訴えるという制約書まで全員書かされていたようなので相当姑息なやり方ですね夫婦の詐欺師というのは特に立ちが悪いと個人的には考えていますネットワークビジネス勧誘方法で abc ホイラーの 法則というのがありますが、その構造を取りやすいからです。ABC というのは、A、アドバイザー、話して、B、ブリッジ、紹介者がタッグを組むことによって、C、クライアント、聞き手をカモにするという手法ですが、私はすごい人間です、と自称するよりも、A さんはすごい人なんです、と第三者を返すと、A さんの信憑性が増すのはなんとなく想像できると思います。また、あのお店は B さんが美味しいと言っていた。 B さんが C さんのことをすごく褒めてたといったいわゆる口コミ的な情報はウィンザー効果といって心理的に信じ込みやすいので夫婦がタグになって詐欺を行う場合夫が妻のことを褒め妻が夫のことを褒めさらに夫婦という社会的な箔も相まって人を騙しやすい構図が身内で確立できますさらに詐欺師夫婦は夫婦間で承認空間を作りやすいのでお互いを肯定し合いながら好戦的に詐欺を展開しやすいです承認空間 要は、私は正しい、あなたは正しいとお互いの行為を正当化しやすい環境ということですね。信仰宗教の信者同士も同様ですが、その縮小版を身内だけで構築できるので、周囲の声をシャットアウトしても孤独感や疑問感を感じにくくなります。というわけで今回は、近くおり、エンジェルリー詐欺事件と、夫婦など二人一組の詐欺師は立ちが悪いという話をさせていただきました。そういう詐欺師はどうやって見分けるの正直見分けるのは難しいですね。 だからこそ詐欺できているわけですからただ共通点として言えるのは自分と異なる意見をすぐに悪口誹謗中傷と捉える傾向があるということです関連動画のリンクも貼っておくので合わせてご覧いただければ幸いですチャンネル登録もよろしくね最後までご視聴くださりありがとうございました